どうもこんにちは、鉄道好き空鉄です。今日は香川県の秘境駅津島の宮根駅に来ております。実はこの駅はなんと1年に2回しか泊まれない駅なんです。泊まる日にちは8月4日と8月5日の2日間だけです。そのうち363日間は普通も特急も通過します。後ろには津島神社があります。そのためには津島橋を渡ったらいけると思います。では早速本を見てみましょう。では早速本を見てみたいと思います。後ろにある切符売り場は2日間だけ、開くと思いますが、切符売る、の日にちが少ないですね。いつまで経っても電車は来ませんですね。今日は、11度くらいで暖かいので、もう、使えました。昨日からは10度を超えているみたいです。踏切を渡っただけで急に踏切が鳴ったので、もう踏切が開くまでは二度と向こうには行けません。どっちか来るでしょう。オラは左側だと思います。いや、右であって。予算線でした。実は踏切から線路を見渡すと線路が斜めになっていて、八蕎麦駅の時みたいに電車や線路が見やすいです。たくさん走って、暑かったのでジャンパーと普通の服は脱ぎました。後ろには子供の神様、津島神社と書いてありますが、子供の神様という意味ってどういう意味でしょうね。後ろからなんか特急が来ています。電話しましょう。特急の石槌でした。あれは高松行きと岡山行きに行くそうです。ここはカーブが多いですが、難なく、130キロくらい出して走っていましたね。難なくという意味は多分この意味で合ってると思います。ここは黄色い点字ブロックがないので、白いチョークみたいなやつで1、2、3と書いてあります。これは多分乗り場のことを示していると思います。特急電車が来てますよ。わぁ、とても見えている。わぁ、白い火事出した。先頭が赤色の方です。松山行きです。わぁ、1、2、3、4、4両でした。いつもは5両ですが、今はコロナがひどいため4両になっていました。でした。まさかの貨物だとは思いませんでした。ドレミファソラシドの中のファの音が聞こえてきています。なんか松山方面から来ています。
1両と7200系2両で3両でした。あれは高松行きです。なんか電車が来ています。さっきの7200系でした。今日の対馬宮駅は秘境駅でしたね。豊中駅の時みたいに電車が少なかったです。でもこれくらいの電車が来れば思ったよりは電車が多かったです。8月4日と8月5日のどちらかにまた今度あの橋を渡って対馬神社に行ってみたいなと思いました。と思ったからチャンネル登録よろしくお願いします。別にしなくてもいいです。2022年の2月はあと2日で終わります。2022年の2月様、さようなら。2月はなぜ28日で切れているかというと、多分地球の回転に合わせてじゃないかなと俺はそう思っています。では、シーン、また会う機会に。